2本目。あ、2ターン目2本目。92年の音楽、君がいるだけで、うわぁ。君は雪のように、知らん。ヒロイン、それが大事、涙の、うわぁ、マジか。ガラガラ飛びがやってくる。俺、いつだそれ。小学校卒業じゃねえよな。中学卒業かな？PS2 版のパッケはなんであんなことに。ねえ。喜んで買ったけど、なんか後になって恥ずかしくなって。現れた妹を探すため、危険な街、ハウスタウンに乗り込む。ロバートが、リオの親友、そしてライバル。ライバル。ハウスタウンに。おはう。延長しました。延長です。今日はまあ6時間あるんでゆっくりやっていきますよ。出し渋り、出し渋りでいきます。おお、リュウコのためにネオジオを買う。そんなやつがいるんだ。あ、ガオラ伝説もサウスタウンですよ。ロバートだと、あの年代が違うだけで場所が一緒なの。サウスタウン。ロバートだと発射後の硬直がないから。発射後の硬直がないから、で、電銃で一発を撃てる。へぇー。有効の拳2のために買いました。2なんだ。えぇマジでか。時期が違うのかな。俺はもう侍だったもんね。初代侍スピリッツ。俺でもね、流行意外と好きなんだよね。簡単でいい？ストーリーモード、え？バーサスが一番上なんだけど。見て言うこと、ガロウが絡むしな。ああ、そうなの？ギースか。若ギース。ああ、そうか、若ギースってことは、やっぱりギース、ガロウ2、1の？ん？あ、1の？ゲタデーブ・ハーレーが当時すげえ、なんかかっこよかったんだよ。のエンディングでギース出てきたような。あ、そうなの？見たいけど俺ちょっとクリアできる気がしない。これだけやって勝てんでる。1のエンディングは出てこない。じゃあ何のエンディングに出てくるの？あら、オレンジのロウメもすごいよね。確かに。あ、来ねえのか。あ、待て待て。もし出るとしたらスーファミ版かな。なるほどね。あり得る。スーファミ版だけか。マジでか。本当だったの。この音たまんねえよな。間違ってるけどいいね。アートファイティング。ネオリオハンはその人は私たちの。うん。そうなの？ファミコン、スーファミ版やってみようかな、今度。持ってるはずだけど、クリアした記憶がねえな。絶対クリアしたと思う。獅子落としみたいな加工。あ、レター。いや、ビルドアッパーってゲージ変ないのか。ビルドアッパーってノーゲージなのこれ。ネオジオの2が出てからスーファミの1だっけか。まあ時期としてはしょうがないよね。 PC エンジン版とかもあったけど、これがめっちゃ入るんだよな。正直これだけでいいレベルで強いから。当たって、ゲージシステムうっとうしいな。やっぱな、駆け引きになってんのかな。獅子落とし。獅子落としってすごい。重ね当てしかない東道さんが愛しい。そっか、重ねしかないのか、こいつは。スーパミ版はなぜか全員に隠し超必殺あったな。なぜかっていうか、もう、つけなかったらダメだったよね、もうね。あれ、歯を処方。でもゲージシステムのおかげで、その後ストニシリーズにスーパーコンボが。本当に本当なの、それ。スパコンゲージってここからなの？随分間があるけど。間があるけど。スパ 2X じゃ、スパ2にねえんだよな、あれ。スパ2すげえ違和感のあるし。シリーズの中でもな。すげえ中途半端。なぜか技が多かったけどさ。ジャック。いやぁ。それまでは理由、ほんで、それ自分の予想で言ってる？まあね、乱舞技はこれが一番最初だよね。ただ必殺技、超必殺技っていう考え方はゲームボーイ版の男塾だというのを聞いている。超必殺技伝授。はい。カポーあるよ。
昼休み、はい、鶴亀さんいます、はい。あ、これあボタン離さなきゃ出ねえんだ。いや今の若者にこれ説明したらびっくりするようなシステムだ。パン ABC の役割がさ全然気持ち悪いんだけど、 A がパンチ、 B がキック、 C はそれの強ボタンっていう、パンチ出した後に押せば大パンが出るっていう、わけのわかんないし、よ無事や。そうよ。うわ嘘でしょ。いやいい投げ食らうな。さっぱりしてるな。ファイナルラウンド。PC エンジン版のストミの2ボタンプレイも謎システムだったから。まああれは切り替えだからね。2ボタンというか。あれあのボタンでやったやつがしょうがないでしょ。これは1です。ゆうこが初めてアーケードでクリアしたゲームだった自分。へえー、やべえ、これリルコランプ打てんじゃねえ。あ、まだダメなの、ピヨってたね今。あーなんか出てもうた。残列券出なかったわ。波動こまし1秒はどれだっけ。1秒ではない。そんなには間が空いたら絶対出ない。波動出ちゃう。トゥルンってやんだよね。トゥルンを、トゥルン入力。忘れてない。あ、忘れてない。声でかい。あ、ガードできなかったんだけど。いや、それで投げりゃいいんだよね。ただ、それ、あの、勝ちたくてやってるわけじゃないから、どうでもいいんだぞ、これ。よくそうやって勝ち、なんか、ただ勝ちたいだけの人がいたり、そういう動画があるけど、あれは一体何がしたいんだよ、これ。楽しめよ。うわ、このビルドアップの挙動だよ。来ない。まったりやろうぜ。そうよ。ただ勝ちたいだけだったら、そのしょっぺい試合しておしまいだよ。あの指示するんだったら追い出すけど、あまり目立つと追い出すけど大丈夫、後悔はない。ハッツァ、あのさ、あ、うわ、これ京都弱点見た目一緒なのか、しかもなんか硬直まで一緒かい、どうなったこれ。待って、ヒエンって当時は三角飛び羽が横行していた。いや、そうよ、入っちゃうから。うん、見てても面白くないし、ね、誰なんで森田哲夫って誰。ジャンプ出せる条件って体力とゲージ。うん、体力が点滅っていうか、あのなんだ、まあ縁すげえ少なくなんなきゃダメなんだよこれね。やべ、どう見てもセガールっぽいよな。まあな、森田はそのセガールかな。技出たな今。あ、ピヨッと受け身ってワンの頃ないっけ。やべ、ゲーだ。お前のスライディングずるいわ、見た目が。ドロップキックなの、低空ドロップ。金と銀、金と銀の頃はないっすね。ないよね、あの受け身がすげえ厄介なの。うん、暴走族ってさ、海外にもいるの。これ暴走族ではないのかな。お前さ、スライディング性能良すぎなんだって。てかこいつ下段と中段とかしっかり持ってるのに立つか。当時の福本信之の漫画のキャラにクリソツで。福本信之ってあの、ハイジの人。すげえ、体育？ああ、間違っちゃった。てか、間違ってはないんだよ。化けちゃった。ジャックの攻撃なぜか避けづらい。え、なんかまくりがあるんだよね、これ、地味に。あのドロップキック派手に行くとまくられるんだよ。バイカーってカテゴリーじゃないかな。あ、暴走族じゃないんだ。なんかバイク集団だよ。あの後ろの女とかもあれよ、チームなんだよ。あいつ、一番強そうなやつ。うわーい、ビルドアッパーが。ロバート最初に使った時に顔が腫れるエフェクト見て、あれ？いや！どうして顔腫れたっけ？とか思ったり。あ、量腫れる。そういえばセガールさんのコテコテ関西弁使われますね。なんか途中でキャラ設定変わった人いたよね。
ロバートは最初は関西弁じゃないんだっけ。ここでわかるの、ほらさ、英語喋ってるもん、この人。英語かわかんねえけど、でもなんか嫌なーって言ってたんだそう、最初はだから関西弁はあのテキストだけなんだよね。実際に声は出さない。じゃあやる。覇王昇級。ロバートは硬直がねえって言ったけど、あれロバートに限ったっけね。ここでようだとそれだな。わら。ね、わら。まあキャラ設定変わったといえば無理だろうけど。え、こんな声なの。スペインのノリの英語を表現しようとして関西弁。なるほどね。わら。ほんまやー。わら。お。てかこんな声なんだね。キングが負けたら服破ける。うん、服破ける、破ける。ワンは結構そこら辺は、ツーもしっかりしてるけどね。なんかやっぱガロじゃ、リュウコはそここだわりあんだよね。ガードで削りで負けた時の演出とかも違うし、ワンはない。うん、曲いいな、動き出しが早いわ。てかもうゲージこんなに減ってるのなんで、まさか。さいい。は男も破けるものね。ああ、そうそうそう。先生技でとどめ入れちゃってちょっとがっかりするのも約束。ケンタ必殺技だからね。やべ。笑。そう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 。スリーっていうかアートファイティングじゃねえの。全然すごいですよね。アートファイティングって。ああ、全すごいですよ。男はいらん。残念。いるでしょ。すごい感謝。すごい男です。あ、強い。キャラの大きさは当時すごい印象あったけど、やっぱり面白くはないなって思った。当時思ったよな。で、ガロはもうつまんねえけど、とりあえずいやあれしかなくてやったな。あ、これ原脚ってこんなに減るの？なんで？ひよってたし今。あバカでしょ。いやでもこれ効果音とかほんと気持ちいいんだよね。投げの効果音とか、あの残裂拳系の効果音はほんとに気持ちいいね。もう効果音のセンスはすごい高い。敵の方が初期ゲージ長かったぞ。そうそうそう、いやこれゲージはね伸びるんですよ。衝撃、爽快感あるよね。爽快感って意味ではかなり他にでは勝てないぐらいこれはよくできる。うん、そうね、ゲージが、そうゲージがすごい残り少ないとしょぼくなったりとか飛ばなくなったりとか。来た。プレステ2と同じくらいのスペックですかね。いやそれはないね。まあ簡単にスペックって決められないから。ユートラ狙うより普通の必殺技使う方がいいという。わら。入っちゃった。脱がしていくか。入った。いい距離感で出してる。ゲージなしっていう。ああ、嘘だ。ビルダッパーのビヨン感が、ビヨン吸い込み感、そうだよねこの入ったら最初から入り直すっていうのが気持ちいいよ。あ、でもネオジオってこの頃まだこんな感じ。そう、まあ何が、当時は正直女性だと知らなくてびっくり。いやこれどう見ても男には見えないからさ、え、何がって思ったけどね何も衝撃なかったんだけど。いやでもなんか男に見える、これ声、この、こんな声のとこいるのか。てか、ベノムストライプって、弱パンで消せる。このゲーム、飛び道具とかパンチで消せるよね、確か。歯を昇降剣って。わぁ。あ、勝っちゃったー、バカやり直そうぜ。最初からやろうぜ。お、歯をすらパンチで消えます。そうだよね。プシュって消えるからね。わらわら。やり直しだよ、これ。申し訳ない。謝罪謝罪。あんなんで死ぬとは思わないからさ。ほら、お前のせいだ。お前の娘を出せ。キック出してからの、この重いキック蹴り。行動を責めないで。キーの強さ1判定残りえげつないから消すのめっちゃ楽。おう。他の侵入経路を見つけた方が早そう。いや、一からコツコツやる。当たりでボコボコにされる。確かに。ハーレーで乗り付けて、下駄でこう廊下まで来るから。
でやかすみさんかわいいやろ。かすみ？かすみちゃんブルー、いい娘のこと。でも対戦で使うとえらい強いんだよな。どうぞ。ああ、あー、うーん、ん、それは何番の話だ。やってみます。あ、 C ボタンで溜めってできないんだ。東堂脱がない。東堂は脱がないの。残裂剣で倒しても脱ぐよね、脱ぐやつはね。もしかしてダメ？後継とかじゃなくてダメ？なんでた、そもそもなんでさ、なんでこいつやられたの？空中攻撃ガードしてもそのまま重なって。あー、なるほどね。出が早いってことか。一番最初に買ったゲタでハーレーだもんね。ノーヘルゲタハーレー、サムライスピリッツですね。あれが欲しくて買った。サムスピが欲しくて買った。高校2年かな。残裂でも逃げる。オッケー、頑張ります。空中に浮いてるとダメとかないよね。あ、逃げよう。違う違う。ちょっと嘘でしょ。ゲージバグ、残裂減りすぎじゃね。あら、ダメだ。ピン湿布局出にくいな。もしかしてためいらないんだっけ。ためなしか。結構ためがねえ技とかあるからな、このゲーム。このゲームとか、なんかネオジオに限ってはためいらないのそれみたいな。おいおい、ためなしだったような。マジか、だからか。なし、ためなし、ためなし、マジか。え、でも出ねえ。出た。おい、そんなことあんの。より減ってってか、ビヨってんじゃねえわ。ちょっとひどい、それはひどいわ。ラザン拝見か。あれ、ためないんだっけ。なんか2より1のがむずいな。減ったわ。カウンター、あ、カウンターって昔ストツの頃あったよね。ブランカがローリングアタックみたいにしてくるときにさ、弱パン連打してるっていうのがあって、めっちゃ減る。昇竜拳だともっとやばい。まあ、ランスいいゲームじゃないよな。そうね。つか挑発食らったの。バランスは良くないけど、なんか嫌いになれないゲームだよ。ちゃ目の前にちらつかせる。ブランカとホンダはカウンターでめっちゃ減ったね。そうそうそう、かわいそうなほど減ったもん。おい、あ、ピオールの早えわ。あったな、そんなパンチ。あ、やっちゃった。やめてやめてやめて。敵との距離でズームするの地味に好き。そうね、おしゃれで。悲しくなる。よくナックルパートだっけ。なんかちょっとトントンしながら、あのスーファミ版やってるといろいろ技分かってくるんだよな。なんかなんてタフなやつだ。あー、ここで超必殺技デジとかするのか。何やればいいんだっけ。ビール瓶切りとかやるとなんか気力ゲージが増えるあれとかあるよね。あ、体力アップ、体力アップ体力アップか。これタイミングかな、連打じゃないよね。タイミング合わせて A ボタンでパワーを決めろ。あ、ちょっと待ってよ、ちょっとやめてくれよ。そこはなんとか。テキスト飛ばそうと思ったら押してたっていう。完全に飛ばしてた。テキスト飛ばせると思うじゃん。ビリビリ並べてコローン。本当だよ。確かに下で割れたかも。来なかった。ドミノ倒しみたいな。いやー、なんか今すごかった。あー、すごい。ヘリがえぐい。おお。ガードいけなかった。だけどさ、PC エンジン版だとシステムカード違うとあの感じで大根切りなんてできたんだよ。へー、随分主張するね。小手派もないの。
気力より伸びたかった伸びたかったのどういうことよしたこのステージの BGM よきねただなんかもうちょっとなんかあれは俺何ネオジフィギュアかなちょっと若干印象が違うひよってるように見えるなこいつあーごめん硬直なかったとか出が早いどういうこと飲みたいからいやネオジオもやっぱどんどんこなれてきたな音楽もね俺でもこれとさ風目視録が同じスタッフな気がすんだよいやだよこんなやつが暴走してる感じこのゲームっていうかストーリーはよくわかんねえ。あ、来た。よしリベンジだ。君の BGM でバージョンアップ。バン封印目視録は謎のセンスだったなね。武力おめのようもなんとなく好き。あれでも何者なのあ、リオ坂崎なのあれって。黒いリオと。うわ。この、そう。BC で下段とかあったな。ダウンするわけじゃないの来いや来ない何これおいおいひどいさあ次で問題は次今度こそアーケードでボディーブローだっけあいやそう、はいそんなに使う機会はないような気がするけど使いこなし方によってはすごい使えるのかないやあー痛い変に勝っちゃうよりは負ける方がマシだピヨッタンかいよしいけここだぞうわ嘘でしょあ見てから飛ぶの遅いのじゃあ気合い試したからかいやこれ大変だぞよしちょあれだ三角蹴りだ三角飛びでいきます通常攻撃で倒した周囲からため息が聞こえるんだよねキングさんいけるかあー間違い危なかったまだ無理かあとちょっとよし来たあピンク顔がないあんまりだったねこれ色 2P カラーで色とかがあったらスーファイバー抜けねえかやったぜまあまあよかったこれねここの画面も変わるからねどっちかというとこっちの画面なのバンナクルかそうそうピンクだったそうねこの画面が変わるから2は色がいろいろ変わった思い出あ2かユリもなんかへそ見えたりするしねスポーツブラとかパーフェクト勝ちだっけ2好きなんだよな。なんかうわもう。スーファミ版は水着って設定になって緑になった気がする。へえ。なるほどね。気力アップすっか。今度こそ行くぞ。もう騙されない。どう？マックス。こんなマックスとは思わなかった。クソナス。幼虫割り前だ。気力がアップした。おもう教えてもらわなくてもいやそういやこいつって何でもね変わっちゃったの黒人になっちゃってないこれ別人かな2と2と別人この頃は演出と表なんてなかったからなあったんじゃないどうなんだろうスト2からあるからあるんじゃねえかおお超高級僕が用意できる限界の日記一のキャラは用意できる一応同一人物のはずですがなんか二のキャラ黒人だよねゲーセンの音あったゲーセンの音いやずっとあったやつ今でもあるポヨヨンロックが書いてる裏切りのアスーファミとかより動くイメージっていうかやっぱりちょっと説得力が違うスーファミと比べるのはちょっとどうなの誰なのスーファミと比べてるやつさっきからいるけどちょっとあまりにもかわいそうなの日焼けサロンいや日焼けサロンとか人種変わってる気すんの
日焼けサロンだよね。日焼けサロンでああなるかな。中身はあまりに無力。見た目ばっかりだからな。中身は全然欲しい。おい、マジかよ。見た目ばっかり、スーハミ見た目ばっかりのイメージなんだ俺。音も何も動きも全部全然うまくできてない。スーハミとネオジオが比較対象にはならない。残念ながらちょっとあまりにも比べる段階にはまだ達してないよ。すぐに塗ったんじゃね。ラッツ&スター。よい。てかボクサーっぽくないんだよね、この頃のミッキー。ミッキーロークかね、年代的に。おい、ははネオジオでドンキーとか出したらどんだけヌルヌルなのかと。そういう話でもないの。そういう話でもない。おい、ハイキック。ミッキーロークなら猫パンチしないと。確かにあれひどかったね。相手もよくわかんないし、ミッキーローク自体俺は誰って感じ。出せば売れたからな、スーファミ版。出せば売れた。まあね、売れなくたっても分かるからね。客が一人も買わなくても分かる。あの時代。あ、覇王昇降権を使わざるを得ない。来た、ね。うちの放送では武器を持った相手が違う、武器を持った。あの最初のあれはないけど。来た。覇王昇降権を使わざるを得ない。これ時だな、わら。ジョン・クローリーか。もうさ、グラサン取れるの早いんだよ。これグラサンつけたまま勝つのがむずいんだよ。俺当たったの。いやでも背景とかいいわ、なんかカプコンとはまた違う感じで。うわー、マジか。消したぜ今メガスマッシュ。余裕が感じられねえ。イチャついてんなあいつら。おう、あぶね、飛びすぎ。あの後飛びすぎ。お前、あ、ゲージが入んないんだ。ジョンクロの挑発好きだわ。なんであんなにさ、なんであんなになんだろう。いや、やめて。いやー、ゲーだ。ネオジオいいね。チェスト遊び。処理とかじゃなくソフト容量の差だし、うん、まあスーパーにと比べて。それもあるね。まあ、メモリーも、そうね。あぶね、制約が結構でかいが、やっぱネオジオは制約って意味ではどんどんなんか排除されていったイメージ、突破していったイメージ。順位だとクッソ汚い声になってんだよな。そう。無理だった、危ねえ。なんだろうなこのゲーム、やっぱ効果音がいいから楽しいな。なんか音がいい。なるほどね。BC。今日はあえてなんか発売の順でやっていく感じになるんで、この後流行2が来る感じだね。だ。パクリだ。いや待って、木の上。それはスト2じゃねえ。その話かと思ったら違った。おとりの容量かなり咲いてたからね。まあだって扱えるからね。ネオジオ CD が若干そういう意味では残念だ。はあ、ああ、いやもう無理。次行こうか。口ほどにもな顔が、その顔で言うか。まあこんなもん。いやあれ何なんだろうね、マジでね。バーチャファイターのカウンターのドギューンって音とさ、ドギューンとかボカーンみたいな音とさ、これのほんとパコーンっていうのはよくわかんない。お風呂のオケとか言われてたけどね、銭湯の音がするって。ちょっとオープニング見よう。マーキンズのグラム拝めたから。うん、よう、竹崎。現れた妹を探すため危険な町タウスタウンに乗り込む。これ極限流を潰すためだったのかな。そうよ。ネオジオの利点って高速なクプとデータの高速転送ってことでいいんすよね。いやー、あとは時代だね。ネオジオが一番なんだろう、生きたのは時代。このスペックでやっていけたのは格ゲーが流行ってくれたこと。格ゲーブームのおかげでハードのスペックは上がらなくてもちゃんと努力、作るセンスさえあれば時代についていけたっていう。もう時代、とにかく何を隠す、時代がついてきた。時代にうまく乗れたっていうか、パクリでもいいからやっていくことで。師匠たちの代わりになりそうな。
やだよこんなチャラ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 カバーンっていうのは。俺もビビる。獅子だけじゃなくて、ちょっと待って、つかない。残念ながら一作目はありませんでした。そんな日本庭園落ち着かないわ。チャラ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 カバーン、リバーブ効きまくってっから、タイミングよかったね。まあひどいゲームもいっぱいあったけどな。でもね、前も言ったけど、ルパンのテレビスペシャルと映画のルパンとの感じ、ネオジオはやっぱり映画版ルパンだなと思った。腐っても面白い、つまんねえと言われてるものも今やれば面白いというか、やっぱりよ、出来はいい、水準は高い。ごめん、俺がうるさかった。92しました、はい、ゼロ処理からの恐ろしい非縁疾風客、非縁疾風客。なんだ音が壊れてる。ちょっと待って、なんだってんの。どうした、いつ見てもすごい格好だな。ねえ、これが動きやすいんじゃしょうがないけど、この映像たまんねえよな。3種類あったっけこれ。これはジョー東。これ相手誰なんだ。知らぬ今井は映画のアニメでお世話になったわ。お世話になる。わこつ。川崎さんいらっしゃい。これジョーなのか。今のはジョーだったよね確か。ジョーが試合中みたいな。いやジョーだってやパンツ一丁だぜ言ったら。ジョーは忘れない。出来悪かったっけ。ガロツーってやっぱワンに比べてだいぶストツーに近づいたけどさ。まあね、まあ何を話そうとしてたか忘れたからいいや。ケロさんいらっしゃ。まあでもガロスペだよな。これガロ2とガロスペ2、ガロスペ2じゃ、ガロスペの比較画像作りてえわ。一体何が違うのか。あれ背景変わんねえじゃんこれ。スペシャルが一番好きだな。スペシャルいいよな。いやあれはでもそれなんか思い出補正はかなりあるのかなっていうのはあるけど、今やっても面白いのは事実だ。まあね、実機ネオジオ勢かそうじゃないかを背景3種類あるの判別するには、うん、そうかもしんない。この横並びボタン配置でね、なんかできるかできないかだよね。必殺技が出るだけで嬉しい。どういうこと、超必殺技か。どうしよっかな。じゃあとりあえず曲聴きてえからここ行こう。かゆい。とりあえずこの曲いいよな。まあね、やべ、 X スパーツ X のことかい。そうね、ちょっと俺ガローのちょっと苦手なとこはラインだな。一番大事なシステムだから、やっぱ LINE さえなければって思う。あーもうスパ2 X か、あスト2どっちだ、スパ2なのかスト2なのか、そこで大きく変わる話が。やべ、AC だっけ。あー待て、コマンドわかんねえ。これそういえば国宝の批判も少なくなったね。へえ、誰だろう。日本人で国宝で師範。あ、はやぶさ？そんなことないか。酒攻撃とか出したいけど。あ、そっか、スラッシュキックとかあったの。あ、BC。BC で、ってか、いや、俺、ごめん。あ、BC で。倒しとこうか。いやー、ジョーちょっときついな。てか相手が攻撃してこないってつらいな。C
CPU が強いっていうか、もう最初からやろうかな。コンティに使いたくねえけど、キャラ変えよう。あー、十兵衛昔使ってたけどもうわかんないな。日本強いとしたため上としかわかんない。あら、日本強いってできる。あ、蹴りなんだこれ。なんかせんべいばらまくとかあったよね。いやー、いい投げ方だ。うるさいわ。よし、一方図が全く動かない重兵。あの、安定感が安定しているんですよ。あ、知らない前にいたな。背景背景でのわさびって基本的にはガラスペからだっけ。ヒヨコがいたりキムが飛んだり。わかったわ、長いわ。ガールズぐらいからなんか曲の色気とか全部出た。まあ無敵だね。超高速撃つ。そうてか、せんべい、せんべい投げる、せんべいで死ぬのやだよ。せんべい飛び道具としてはすごい性能いいもん。なんで当たる、当たるんだ逆に。ダックだって体からオーカリスペから。そっか、まさかダック来ると思わなかったよな。ワンからの、ワンからのキャラってダックだけか。ギースとダック音がない。あ、ビリー、あ、タンスってタンス結構来てんじゃん。ビリーもいなかったか。あ、ビリーはいなかったっけ。あ、いないか。ガロツーってじゃあ、そっか、ターン先生醤油弾。ビリーはどうなんだろう。ダメだ、俺このキャラダメだわ。のりづきせんべいが食べたくなってきた。ガローの、ガローの特徴としては酒攻撃としゃがみ歩きだよね。なるほどね。ああ、そういうことか。まあ、スト2とスト2ダッシュの違いみたいなもんか。パオパオカフェだ。そうだね。ああ、そういうことね。そういう話になるとちょっと別の話になるな。若干話が噛み合ってない。それでいいんだ。出る出ないの話じゃないんだ。使える使えないの話か。こんがらがってるよ、それ。ジャンボじゃん。ロウは三刀打ちだと強く訴えたい。そっかそっか、あれしてんのじゃねえんだ。ロレントとボクサーと、誰ボクサーなんつうんだっけ、と、えと、ビリー、やかましいな。交換が出る。アクセル、アクセルフォーク、誰、あ、ボクサー、あと誰だっけ。ちょっと待って、ドアスレしたんだけど。あれ？溜め投げって、ミリローレンス当ててる。あ、ダメだ。そういうのは投げらんねえ。ローレンス？はじめまして。はい。こんにちは、こちら兄貴。はい、いらっしゃい。兄貴さんいらっしゃい。ちょっと、まあいいわ。いや、でもガロツって、そんなに真面目にやんなかったな。闘技勇士はロレンスでしょ？ボクサーと誰？やればわかる？やりたくない。ビリーやで。あ、ビリーやっぱいるんだ。嘘でしょ。やばい。やべ。したためとかだっけこれ、チョイスさせて。もう無理、絶対無理だけど。いやー、じいさん違うな。ちょっと、もう他の、ガロスペとの違いをね。あ、ガロウミかな。うん、ガロ2です。クラウザーさん色変えていく。リュウコ見た後だとやたらキャラが小さく感じるな。あれはでかい。オーストラリアなんだ、この人。エアーズロックか、そっか。1ため23グドスメダイナマイトの質な落とし。おう。普通の伊豆の落としはどういったっけ。ああ、出ちゃった。俺の方が減るんかい。 BC、 へえ、意外。あれ、え、舌
下大キックキャンセルないのこれ。そんなことねえな。あるある、びっくりした。何よ、なんか音が出ない時あるんだけど。うわカモンじゃないよ。あ、俺もかい。カモンカモン言ってんの2人して。無印だろうには事故が起きにくいイメージ。どういう意味だ。うまいプレイヤーが永遠に勝ち続ける感じ。なん、あー、そういうことね。まあ先攻撃とかスペックはあんま変わんない気するけどね。いや、うめえな。そんなんやれたら勝てねえって。てかこれあそこは取れよ。もうこんなに減ったんかい。腹立つわ。あ、なるほどね。でもガロスでそんなに対戦した印象記憶ないんだよ。ダメだ俺。ちょっとガロスペとの違いを見せたいんだけど。てかこのゲームかなりあれだよね。ガロスペ知ってからやるとさ、なんでっていう仕様が多い。なんでそうしなかったんだ最初から。この時代のクプ難易度は高い。まあまあまあ、いやこれでまだそん、どの時代だってゲーセンはそんな優しくないよ。むしろこれより昔の方がもっと悪どいけど。8色時代16色時代とかに比べたらだいぶ甘い。確かに、わら。やっぱこれラインさえなきゃな、このゲーム。マジで。あ、やばい。やべ。でもなんで俺パワーゲージ出ないんだ。スティック変えていい。ちょっと。なんかちょっとネオジオ CD 用だからこれさ。ちょっとちっちゃい。ちょっとね、音が静かなんだよ、こっちの方が。システム前提じゃないですか。わら。あ、そうだよ。だって2はやっぱり出来は良くなかったからあんまヒットしなかったんだけど。1に比べて、相対的に見て出来はいいけど、絶対的に見たら出来はあんな良くないからね。飛び道具が、そうね。だからやっぱスト2があるから、それとのやっぱ差別化のために、無理やりつけたシステムの印象が強すぎてね。いらなかったんじゃねえかなって。ガロスイでライ3ラインは来るって言った。めんどくさかったね。リアルバウトで非常にあれがうまく機能したけど。だリアルバウトぐらい意味があったら俺は別にラインもいいと思うんだよね。ちょっと本当に、おい。クラックシュート。ちょっと待って。クラックシュート出なさすぎるのよ、これ。ちょっと待って。角度変え。ラインは不要派と不要派がいたね、確かに。あ、そう。なんか結局あれでバンバン逃げるやつがいてさ、なんかムカついて、それで何なのかなってなった。なんだよこれ。何もやってねえ。何もやってねえ。逆に。ラインって元は横スクベルトアクションになる予定だったからじゃない？それはないんじゃないかな。スト2がボリンボリンにブームの時に。あえてファイナルファイトを狙うかね。あの時代格ゲーをとりあえずどこのメーカーも出していこうぜみたいな流れの中にベルスクを入れようとするっていうのはないと思う。アニメコエイジの CM で炎を足始めてみたあの衝撃。まあ、わかる。やっぱあのランブ系ってロマンあったよな。あ、ガロー1の時代の話。いや、ガロー1だってそうだよ。そもそもガロー2、ガロー1の時代がまさにその時代じゃねえか。何を言っとるんだ、その当時を知らないんだろうか。知らないんだったら無理もないけど。あれー、出なかった、まくられた。うわー、うまい、よっちゃぎ。そうなんだよ、ライン攻撃に酒攻撃合わせるってことは。どのキャラが強かったんだっけか。いやー、だってどのキャラ強かったんだろう。バイオリズムとかって、バイオじゃない、ダイアグラムか、バイオリズムじゃない、ダイアグラムってなんかあんまりカプコン以外興味なかった。あ、チンコ、あ、チンか、ね、この曲なんか印象残ってるな。そうね、韓国っぽく、アンディ、チンアンディ、
私はもうだってみんなダイヤグラムだった。そう、タイピカソ。ガロスペはな、アンディってやっぱ、そう。アンディが電鳴剣連打してくるんだっけ？それはあるかもしれないけど、まあ CPU の話ならそれ。まああれは固められるんだけかなり。あともう、まあでも使いようじゃねえか。キムがずっとさ、ずっと砲脚のあのタックルをガン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 。いやキムいたね。ダックキングがだって歩きパンチだけで、歩きジャックパンだけではめられたりとかさ、いろいろあったからね。あのこの時代は言ったら。ジョーもね、わら。ジョー、ああジョーもできたのか。確かにあったね。前歩きパンジャックパンタイミングよくで全部ずっと繋がっていくっていう。早いんだよな歩きが。さすがに無理だ。嘘でしょ。あ、そう、これ今の今のちょっと大ゴス的なパンチがさ2回入らないんだよ。ガロスペ、いやガロ2って1回しか入んねえ。2回入れるにはなんか2回目だけ当てる。あ、このガードとかするしかないんだよね。当たっちゃうと当たんない。ヒットしちゃうと思うだろ。あとキャンセルしたところでなんか繋がらないんだよねこれ。だからなんかなんでってちょっと高音はガードした方がガード硬直長いというな、わら、うん、暗いポーズの後半が無敵ですね。そうそう、だから暗いポーズとかの無敵時間があるんだよねこのゲーム。だからね当たんない、コンボが当たんない。なんでそんなことにしたの、そんな仕様にしたのかが分かんない。2段ヒットっていうのがまずああいう当たり方はありえないっていう。なんだよお前は。だからなんなんだよ本当に。適当になんか攻撃当ててると入っていくな。わらわら。固めていきたいだけなの。NG ビザいらっしゃいって言ってる気がする。ああはい、このゲームはガード中に前パンチかなんかだっけで避け攻撃っていうシステムがあって、全身無敵だよね確か。だからあの飛び道具とかを避けられる。一方的にこっちが攻撃できるっていう、こういう特殊な攻撃がある。それが特徴かね。あとラインがある。あと超必殺がある。入れや。マジか。うわマジか。嘘でしょ。なんでだよ。だからなんでだよ。クリア2期の飛翔コンに合わせて回復攻撃が一番楽だったな。そうね。わらコン剣か。ジョーがお尻ペンペンしてた印象しか残ってない。そう、あれはお尻ペンペンっていつだ。ガロスペ片足上げてやいみたいなやつって、あ上半身無敵なのこれ。あれ全身じゃないの。そうだよね、お尻ペンペンって多分2スペシャルではないよ。詳しいな。96回しかも。あ、じゃあこれは避けらんないんだね。全身無敵の勝手に全身無敵になったね。いやー剣が先だ、お尻ペンペン。そうだね。あ、そんな後の時代に全然違うね。5年ぐらいで年代が違うよ。誤差じゃないでも。大変だ。いやー強いわそのライン攻撃、まあ、吹っ飛ばし攻撃みたいな。こんにちは。あこれな。5さ、5年の差絶対ダメ。消えためて飛ばすが重力でやってくるっておかしいよな。消えためて飛ばす、いやポジトロンライフルも重力に影響されるというから、やっぱ質量が若干あるんじゃない。ニュートリノも質量あったし。誰やれ。まあ、マイヤとか。今日はネオジオですか。初めてこの放送に来たのは96の対戦だったっけ。ボン太郎さんって96めっちゃ上手い人。いやオンラインでやった人かな。
360って何版だっけ。360だよね。ええ、どうやって出すんだ。花鳥戦じゃねえよ、あの炎のやつ。どうやって出すんだ。やっと出た。いや逆側か。あ、いやヨガか、いや竜巻か。PS3 版だよ。それと俺はまだ初心者レベルか。プレステ3か、無料の時か。わかった。そっか、今日は寝る場ですか。初めての放送。ああ、そっか、プレステ3無料プレイのフリープレイの時かな。扇風足系だっけ。いや、パンチなのよ、竜巻パンチ。ちょっとえ、この技しかないんだっけ。あー、あとは1個か。あれ、使っちゃいけない技。これどうしよう。あ、そんなでもないな。あ、で、こんなにすぐ落ちるんだ、この技って。へー。ちょっとなんで先攻撃でしょ。ちょっと。下ため上？あー、そっかそっか。壁になっちゃうのか。壁になっちゃう。あーべ、なんだろう、パンチかな。で、早いな。下ため上で壁キックになるやつな。前のステージだとちゃんと棒に行くのかな。こんなもんでいっか。1,2,3,4,5、やっと5本終わったな。2だと前ステージでしか使えないぞい。あ、壁いけない。いや、壁いけんじゃないの。え、ダメなの ?2 は。2だとダメとかあんの。うわ、すげえな。そんな必殺技とかあんの。バルログですらいけるのに。あれ下か、あれ上か。ポールがないとダメなのか。ポールダンスみたいな。これ、どっちの攻撃なの。スペシャルからでしょ、あれは。あ、そうなんだ、壁キック。前使わねえからわかんねえ。ケーツすごいな。まあバルログも後ろに網があれば網使えるもん。ケツプルンってなるのはモズか、あとか KOF とか。あ、これラストか。いや、これがラスト。間に合った。日本一。なんでこの曲なの。この面の曲じゃないの。なんか言えや。96からだね、ドクターの執念だ。はあ。この前変だろ。そっか、キャラ選択画面があるのか、2は。専用の。あ、ここで使えるのか。パンチなんだけど。間違えた。すげえ。これだって飛び道具とか無視だもんね、これ。ラインが違うから。痛い。ちょっと。うわお。ひどいな。強い。いやー、ガローズつまんねえな。なんでこんなにガラスペと違うんだろう。悪くないが、やっぱりちょっとなんかずっと違うんだ。やっててうーんってなるわ。さあ、じゃあ次行こうか。ワーヒーリュウコガロー2、ガロー1はありません。よし、終わった。まだ荒削り感のある頃。これが切って、すごい順番わかんねえや。キャラファイトかあります？こっち行くか。ちょっと順番わからんわ。初期のサムスピだって結構すごかったと思うけどな。笑。と思うけどな。